はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト6-4、まあ、4をメインの6-4を続けやっていきたいと思います。今回ですけど、まあもうちょっと世界巡ろうかな。行ってないところね。このフレノールの下に洞窟あったんですけど、あそこってもう行っていいのかな。なんかもう特に行ってもいいような気がする。あとさえずりの塔とかあるじゃん。あそこってどうなってんだろうと思って。あと最後の鍵取ったんで王家の墓も行っていいでしょうしね。まあいろいろ行ける場所はあるんで、まあこのダンジョンと、そうだね、お金持ちがいっぱい来たね。30で倒せんのあれ。今後どんな敵出てくるか楽しみですよね。ここの洞窟ってさ、ストーリーに何ら関係あんの？魔法の節水かな。あ、これは地底のあれじゃん。敵どうなんだ。お化けキノコ。あ、そんなでもないわ。本来だって、18とか何ここ。おまけみたいなもんか、これもしかして。だったら回っちゃっていいかな。うわ、結構。だったらここ楽だね。そんなんやんなくていいよ。いやー、ほんとに。呪文使うんだってやってんのに魔法トラ使ったよ。あ、呪文扱いじゃないのか、あれ。こんな弱いんだったら、じゃあメダル王の、城の上にさ、洞窟あるじゃん。あそこ行こうか。天空の鎧あるよ。ここは、まあ、ちょっと遊びで回ってみようか。テヘペローが出てきたね。これ出た時、テヘペローなんて言葉ないよ。ああ、うざい。やんなくていいって攻撃でいいから。ブライの方がいいのかね、ヒャダルコでね。倒しちゃってね。あれ、あー、もう一番うざい、メラゴーストが。まあこんだけ無双できるんだったら、ここは本当にちょっと今回はおまけみたいな感じでね。ちょっとビビってたね。なんかあの途中のさ、どこだっけあれ、あのバトランドとイムルの間、あそこなんかちょっと強かったよね。あれってどうなんだろう、いつ行っていいんだろうね。次回とかちょっと挑戦する。あ、でも、いけるか。あ、あそこがもしかしてあの、あれじゃね、はぐれメタルの剣かなんかあるダンジョンじゃないのかもしんないよね。そうだね、これ地形だつ、あ、いや、そうでもないか、地形一緒か。あ、そうだね、違うな。そうだな、あそこなんだ。え、あの間なんてないぞ。だってダンジョン。まあちょっと行ける場所はいっぱいあるんで、まあしばらくはダンジョン巡りのパートになるかな。魔法の節水でしょ、これ。ものの5分ぐらいで攻略だね、ここは。なんか敵とかすげえ強いのかなと思ったね。この先生、これ2章で取れるからね。ね、ここの下の、なんか右の方からぐるーっていって、あの黄金の出会うとこ何あんのこれ。なんかあんのかな、普通に、なんかアクセサリーとかあんのかな。骸骨で埋まってるからね、あんなね、通れるとわかんない。何あんだろうね、ここね。まあ、サムネに書いちゃって、サムネとか、タイトルに書いちゃってもいいかな。何々ニュース、あ、でもな、どうせ書かなくても何々手に入りましたねって言われちゃったら終わりだもん。空っぽがかい。え？なんかあんな、これ。なんかあんな。さては。あら。そっか、これ。これさ、どこでも、どこでもルーラーできたからさ、ダンジョンだったね、そういえばね。はい。ということで、思い当たる場所行きましょうか。ここの上だよね。
ファミコン版とかここか。ここのマスでボツモンスターが出てくるよね。うわー、しかも、よりによって。これ確か、右に行って、うわー。道忘れちゃってどこだったっけな。あれ？ちょっと待って、上に行って、ああそうだ。ああ、でもあなたから取りたいな。ミア、帰りでいいや。とりあえず攻略のこと考えよう。ああ、やっぱレベル高いね、ここはね。行けなくはないけど、まあ鎧があると思います、天空の。左行って、最初の曲がり角下に行けばいいのよ。上でもいいけどね。上の宝取ってからでもいいけどね。えらい。上に行ったら宝なんだけどね。とりあえずね、占い師とシャーマンだ。なんで、何事かと思ったら、そうだね、職業あんだね。ここで階段があって、まあ、宝、さっき見えたけどね。あれも後で回収するけど。これって、分かってないとダメなんじゃないの？だって縦のとこだよ、これ。うわぁ、めんどくせえ。フェイスボール。これ誰の方がいいんだろうな。ライアンでもいいんだけど、素早さがね、ちょっと弱点なんですよ、あの人。HP 高いからね、壁なんだけど、だから戦闘が食らいやすいじゃないですか、ドラクエって。だからライアン戦闘にしてたんですけど、ドラクエ4もね。またね、ちょっと嫌みったらしいこと言うけど、あなたは、こだわりってものがないんですかってね、何も考えない人に言われたことあってね、ちょっとね、あの時イラッときてね、もうじゃあ主人公戦闘にするわ、と思っちゃってね。ちょっと大人げないけど、こっちはもう考えがあってやってるからね。じゃあそこら辺は分かってほしいんだけど、あれ左下なんかあったな、絶対。待って、後で回るとして、あれいきなり、なんか今普通に下に、あれ？今普通にさ、下行けたよね。行けるんかよ。3回降りて2回上がるんだよね。まあ、今行ったところ、とりあえず鎧取っちゃおう。今行ったところの他にね、お宝はあるんですけどね。はい。さて、じっくり舐めるように帰りましょうか。まあ、知ってると楽だよね。さて、このドラゴンメールを。ああ！まためんどくせえの出てきたの。もうやめて、ほんとに。なんでさ、サハヤブさん、剣でよかった。なんか恨みあんのかね。やべ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 、眠ってるやつどうすんだよ。もう倒した方がいいな。倒してしまった方がいい。これ高熱ガス吹かれないことを願おう。落ちた。でもザウラ楽からね、倒した方がいい。
ようやるね。いいよ、別に。戻りながら回収するからいいもんですね。ザララって。あ、ない！あ、待て。あ、ここか。あ、よかった。なんだ、他の人使えんじゃん、これ。まあや、ザウラルよ。って、とか言ってんだろうね。だけど、ザウラルよって言ってたのは、うわ、聞かないよ。なんだ、アリーナ姫嫌いなんかな。オッケー。まあ、ミネアが回復してくれね。もう、ミネア HP 少ないんだよね。さて、まだ全然動画の時間がありますので。はい。逆走していきましょう。小さいメダルとか多分あって、今46枚だったじゃん、小さいメダルが。だから、あと4枚で不思議なボレルだからね、また出てきたよ。なんだこれ、回避率高いのかな？いてててて。まともにキアリー使うのがめんどくさいっていうね。宝いっぱいあったよね。あとは、そのさえずりの塔がどうなってんの？あるか？あるのかどうかわかんないから。ここから降りてきたんだもんね。お！うわー！そっか、こんなのいいのか。出くわさなかっただけか。大量になったな。あ、えらい。えらいえらい。そいつ HP 高いから。通常攻撃の方が良かった。えらいえらい。クリスか。クリストいいな、あれ。ザラキいいな。プレシオドンはちょっと嫌だ、戦うの。時間泥棒だね、あいつはね。あれ？ああ、ここか。OK。ああ、まだバラエティ豊かですね。走りトカゲ。イオラ使え、イオラ。えらいだ。まあ、そりゃそうですよね。さすがに AI そこまでアホじゃないよね。1300か。もうあそこ行っていいかな。バトランドとイムルの間の洞窟、あそこなんかちょっとレベル高くなかった？そこ行けて、まあ、どっちなんだろう？オーケの墓とどっち難しいんだろうね、あれね。でも、オーケの墓より経験値高いな。ハンババとかいたもんね。そこ行ってからでもいいかな。どうなんだろう。ダンジョン的にそんな長くないような気するんだよね、あそこね。だからそこに行って、あとは、どうだっけ、あれ。なんだ、リバーサイドか。あ、そっか、でもそこ行ってからだもんな。もう結構いいとこまで来てんのか。これで戻りの、右に確か宝あったから、なかったっけ？右あるよな。あったあったあった。こっちのメダルなかったっけ？違ったっけ？ね。左なかったんだっけ？これ。右は覚えてんだけどね。これなんだ？ゴイル像からなんとかコントかって、本当はヒントがあるんだけど。どこにもヒントなかったからね、階段無条件だったね。ノーヒントでわかるかって話だよね、あんなの。あと1階に宝がある。取り忘れてるかもしれないけどね、また後で、なんだっけあれ、盗賊の花かなんか覚えたら、行けばいいっすよ。取り忘れたら後で取ればいいからね、別に。あれ、メダル足んねえなと思ったら多分どっかで取り忘れてるんでしょうから、まあ普通に回れば多分手に入るんで。まあ、今回は黄金の腕上がる洞窟、おまけだね。強いかなと思ったら全然そうでもなかったわ、あれ。もっと早く行ってよかったね。だけどわかんねえからね。一回戦闘してさ、メラゴーストとか出てきてたら、
ああ、そんなもんか。でも、あの時もすでにメラゴーストとか強かったもんね。フェイスボールばっかだ。ああ、もうこいつの、いきなり襲いかかってきたらやだ。ザラキとかも効かないもんね。ラリフォーマーって効くんかな。でもな、やめてー。うわ。そんなんやんないで回復しろやん。これなんか呪文かなんか使ってるときバキューンと落としてる。うわ、ほらな。言わんこっちゃね。こいつ一番嫌だな。攻撃してこないのに何マヌーサ使ってんだろうね。いいよいいよ。ソロだからソロで相手してやる。入れ替えればいいんじゃね。入れ替えればいい。入れ替えできないのか、これ。馬車あんじゃん。ああ、馬車あっけどいいや。なんかさっき、デジャブかな。うわ。マジで。なんだっけ、あれあったな。魔法の聖水。まあ、世界中の幅あっけどね。これで、日本人一目回復した。これで生き返らなかったら、いや、まだ大丈夫。これで生き返らなかったらね、世界樹の葉使えばいいけど。まだ宝があるからさ、もうめんどくせえんで。なんかミネはもうないから燃料切れだね。まあ、主人公がリリミと使えればね、なんとかなるから。種全部主人公に使ってるから。OK。 刃の鎧。これは。まあ、メタル狩りにはいいけど。ああ、また出た。一回出っか。待って、これどこだ。ああ、メダル音とか近い。いて。メダル音とか近いのか。今、まあ、言わなきゃいい情報だけど、椅子に座って自分実況してるんです。で、手かけるあるじゃん。そこに手かけて体勢立て直そうとしたら、ずれてゴリってなった左手、いてって。笑顔の変態。一回出よう。宝もう一個取り忘れてんだけどね。どこだ。どこ近いかな。やる？あ、あれどこだっけあれ。あれ？フレノールがあれだ。フレノールがトルッカか。トルッカ近いな。セーブと、宿屋近い。まあ、お金は、いいや、32ゴールドだから。よし、これで元気100倍。カズボーマンだね。機関車トーマス。いや、これ一緒なだけじゃん。これでセーブして、これでもう、ね、やられてもこっからスタートできます。フレノールから始まりのフレノールだね。でも前回のフレノールのデータはあれだね。洞窟1個も攻略してないフレノールだからね。今回はね、もうダンジョン攻略で、ここ終わったらもうちょうどいいんだけど、どうしようかな。王家のお墓行くかな。なんでザラキで聞いてザキが聞かないの？いいよ、もうそういう余計なことしなくてね。12しか上がんなかった。神なんかな？あ、始まった。もうザラキ使わせませんみたいです。
ね、メガネボーンみたいなね、本当に。これ HP 高いんだって。種かなんかだろ多分。上に行って、ああここだ、ここか。あれ、ちょっと待って、これはなんかいいな。なんで一回ザキ効かないからってまたザキ使わなくなったりするかね。顔のお化けってこれ、こういうこと言うの。顔面を、顔面をガオン、ガオン、パオン、ピエン、パオン、ピエン。二つあったよな。守り。お金と種を取りに来たのか。まだ50枚いってないな、多分。48とか、え ?50 いった？ああ、あと1枚だね。シリナボレロか。ちょっと待って、サントハイ。まあ、今回ここで終わりだけど、塔存在すんのか、これ。右下に。右下じゃないか。ここ。あ、あるな。塔あるね。砂漠のバザーは。ちょっとそれだけ確認して次回そこ回ろう。塔に行って何もなければ、あの、どこだっけ？嘆きの。嘆きじゃねえや。王家の墓か。どっから嘆きって出てきた？砂漠のバザーって、プレミアムバザーってないのかな。14って、これおかしいでしょ。重装兵でしょ。あそこあるよな。あった。え、町になってんのこれ。マジか。ここちょっと回ろうか。マジで行ってみるもんだね。いや、今回なんかいろいろ見つけたね。じゃあ、ここ回って終わろう。ね。せっかくなんで。ああ、結構先に来てもよかったところだね、ここはね。どうしてバザーを開きながらいろんなとこを回ってます。まあ、お金いっぱいあるから、めぼしいものは買い占められるでしょ。はいはい。何言ってんでしょ？金の指輪。ああ、こんなの売ってんだ。持っていない。袋に入ってる。まあ、アクセサリーなんか嫌でもね、たまるからね。お鍋の蓋いっぱいいっぱい売ったんだよって。お客さん遅かったね。これなんだろうね。お鍋の蓋だね。 あのお父さんだね。まあ、それは序盤のアイテムだろうな。あるかい。5ゴールド。
ゴゴールド。せっせっせ、これでよし、これで一丁上がりじゃ、あちこちの町や村に注文が多くて困るよ。あ、ないんかい。うちのお父さん作る冠は世界一なのよ。くれ。精霊の冠。なんか多分あるな。あの、なんかなんだっけあれ。天女のなんとかだっけ。どうやって飛んだろうね。調べるよって感じですけど、めんどくさいね。あったあった。すげえ高く買っちゃったけど、鉄の爪ね。まあね、いいや。あそこで散財しとかないとね、あの、世界は潤わないからね。銀行でしょ？入らない。まあ、ミステリードール1回分ね、寄付したと思えばいい。それちょっと金足んなくてさ、なんか売るとかなんだよね。めんどくさいことね。はい、ということで今回こだわりたいと思います。まあ、本当に物の何分で回れましたね。じゃあ次回ちょっとさえずりの塔行こうか。マジかよ、セーブできないのかよ。まあ、サントハイムの横、サラン。サランセーブできた。サランって教会あったっけ？正面教会だったっけ？ここか、ここか。なんか上に誰かいんな。ここなんかまじまじと回ってなくね？あ、いいや。とりあえず終わろう。はい。洞窟巡りと天空の鎧ですね。まあ、おしゃれな鍛冶屋とかも行きたいけどね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。